8000系電気機関車は、韓国鉄道公社が運用中の電気機関車である。1972年に、中央線、霊東線、大白線の、いわゆる産業線電化計画に合わせて輸入された機関車であり、旅客列車、貨物列車用にと、汎用されたが、8200型が投入された後は、貨物用に使われている。 1972年から1975年にかけて初期型66両が輸入され、1976年から1977年には中期型24両が輸入された。1986年以降に製造された後期型4両は韓国製となり、側面の送風口が初期中期型より高い位置に設置されている点が特徴である。 本形式の導入にあたっては、アルストムを幹事にした GC、マット、アシック、アイグ、ブラウン・ボベリ、シーメンスが参与したコンソーシアムが結成された。本形式のベースとなった車両は、フランス国鉄 BB15000 系電機機関車であり、1970年に韓国政府とフランス政府との間の借還によって導入が決定した経緯を持つ。制御方式は、 サイリス体操制御を採用し、定格出力 650kW の直流電動機6個を制御し、3900kW の総出力を持つ。特に、山岳地形に最適化するために BOBOBO BO BO の車軸配列を採用しており、歯車比は大きく取られ、最高速度は時速 85km に抑制されているが、牽引力を最大限に高め、 名実ともに山岳専用機関車としての綿棒を備えている。フランス式の処理、原骨スタイルが韓国国内で放映されていた日本のテレビアニメマジンガー Z に出てくる同盟ロボットに似ていたため韓国国内の鉄道ファンの間ではマジンガーという愛称が付けられている。2011年より8500型による置き換えが開始され2017年までに ヨーロッパから輸入された90両が廃車となった。2019年現在は、韓国製の4両のみが在籍している。トップナンバーの8001号機が2012年の廃車後、韓国鉄道公社より、鉄道記念物に指定され、大田鉄道車両整備団で保存されている。8017号機は、旗前駅前で、貨車改造のゲストハウスを兼任する形で保存された。 また、本形式発の韓国製となった8091号機も現役機でありながら、鉄道記念物に指定されており、今後は保存が予定されている。ありがとうございます。